は普段やらないようなことをやってみた。はい。そこにカラスの幼鳥がいて、餌をガガガガガガってやってもらってるんだね。あんまり飛べないみたいだからさ、ずっとそこにいるんだよね。ちょっと取ってやるから、めったに出さない望遠出して200だけど、5メートルぐらいまで接近して、あ、背丈があるから1、2、3、最短で3メートルぐらいまで接近して、下からこうやって狙って、逃げる逃げる、うわーって逃げる逃げる、何枚か取りました。はい、この後フィルターもつけずに抜き出しで、ね、強引にパチパチ撮ってみました。F モードにして、でスマホに取り込める設定にしておいて、インスタに出せるようにツッツッってやってさ、それで回してみました。 F だから全部オートとマニュアルとチェンジできるから、強引にバーンってお日様向けて撮っちゃったりしてな、それがこれ。なんとかなっちゃいますから、フィルターなきゃ取れないなんていう言い嘘はないですからね、なんとかなりますから。今日はそんなとこですな。ずっとリハビリここでやってました。寝転がってよいしょよいしょって。土曜日だけどそれほどうるさくなかったね。明日は日曜日だからダメかな、ゆったりはできないかな。あ、今晩から天候が悪くなるって言ってたから、明日は来れませんね。最悪ここをほら、ダーッと降ってきても大丈夫だから、嵐になったとしてもこの真ん中へ避難すればなんとかなると思うんだよね。チャリも中入れてあるから、強引に。ここだったら邪魔にならないからね。鳥爺たち来ても文句言わないから。鳥爺たちがね、拙者がここでくつろいでいると逃げ出すようになりました。いい子です。カトリが切れると早速刺してきますよ、カトリ。あ、切れちゃった、うん、カトリほらこれちっちゃいからポキポキ折って短くして使ってるから30分ぐらいでこの辺ポンポンしておくとね、虫が寄ってこなくなるんだよ。よ、カトリカトリ。こいつは3種類のフレーバーって言わないか、3種類の匂い。これこの色してる、ラベンダー。バイッ、あちちち、かけ禁止です。これは文句言わないでしょ、カトリだし、カバーちゃんとしてるし、ね、あれ、パチンパチン、うっち、ちょ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 、
あ、ちなこれ、ちなちな、ちなちな、踏んでもって踏んでもって踏んでもって、これいつを椅子の下あたりに置いとくと蚊が寄ってこなくなります。貝刺された、違うか。本日のシャンプーがこれだ。口が回ってない。さっきまた奥歯で舌噛んじゃったもんだ。痛くてしょうがない。本日の鬼シャンプーはここまで。では、バイナラ。またあっちの方でゴロゴロ言ってるような気がする。そろそろ帰る。4時55分。片付ける。はお。Yeah.